それでは遅井さん、今週もよろしくお願いします。お願いします。まずはね、一周空きましたが、先週天皇賞、遅井さんすごいレースでしたね。いや、イクイノックスがもう後世に語り継がれる名馬になるって多くの方が確信する走りでしたよね。いや本当にそうでした。そしてね、なんといってもそれを演出したのがね、パンサラッサのあの逃げ、驚きました、うん。あの入ってきた瞬間パドックにもう前走より友が、前走札幌記念2着ですけど良くなかったんですよね、はい。で入ってきた瞬間は友すごい良くなってるなと思って違いは感じたんですけど、いやでも東京の長い直線でっていうちょっとなんかこう、どうなんだろうっていうところもあったんですけど、でも状態はやっぱり良かったなっていうのと、やっぱあの馬ってこう自分のペースで行くことがもうハイペースがマイペースみたいなところがやっぱり良さが生かしきれる馬なんでしょうね。そうなんですね。なんか最近のレースを見てるとそれこそパンサラッサ内枠入っちゃいましたし、なんかあんまりスタートして行きっぷりね、ちょっとパンサラッサらしい逃げっていうのを包まれちゃったりしたら難しいかなと思いましたけど、こうもうねいい感じで行きましたもんね。そうなんです。あのね、本当友が違うなって入ってきた瞬間思ったんで、やっぱりその友が緩かったりすると札幌記念の時私中継でもうんって言ってたんですけど、やっぱ友がしっかりすればあの昔のような気持ちの面もあるかもしれないんですけど、振り返ってみると体の面もあったのかなっていう感じもあの札幌記念なんかは特にしてて、だからまあどう今後どうなるか分からないですけど、やっぱりあの天皇賞の日の友っていうのはやっぱ良かったなとは思いましたね。そしてね、やっぱりなんといっても勝ったイクイノックスはサツキ2着、ダービー2着でしたがね、これやっぱもう末恐ろしい馬ということで、遅井さんよろしいですか、やっぱイクイノックスは。そう思います。あのキャリア4戦で5戦目で、しかもコロナ禍であの、ね、デビューした馬で、あれだけ当日お客様もいて、間隔も空いてて、キャリアも浅くてなんですけど、全然なんかこう、パドックでも、あと返し馬でもこう、本当にルメールジョッキーとこううまくルメちゃんとうまくこうコンタクト取れてて、でパドックでも全くこうテンションが変わることなく歩いていて、いやそしてあのちょっと特殊なねパンサラッサが出るとどうしても特殊な流れになってしまう中をきっちり差し切るわけですから、いやこれ本当にあのすごい馬だなと思いました。本当にね、細江さんいつもおっしゃってますけど、あのパドックとかあの馬の雰囲気がまたイクイノックスかっこいいですもんね。あの黒い馬体でまた雄大でかっこいいんですけど、まだ多分あのちょっとこう細さっていうかまだ成長過程だと思うんですよ、うん。その中であの走りとあとは落ち着きとあの年齢と戦歴の浅さでっていうそのなんかこう普通こうやっぱりねテンションが高くなってしまったりとかっていうことがあると思うんですけど、そういうことがない回収馬行ってもなんかコバのように落ち着いてて、全くそのジョッキーが不安になるようなコンタクトっていう部分がなくて、いやすごいで、しかもフットワークはやっぱ美しいですし、なんかすごいなと思いました。わこれはね本当秋ねもう一戦するって言ってますし、ルメールジョッキーもねもっとお父さん北さんブラックですし、細井さんおっしゃる通りね完成されるのは来年以降みたいな話もしてましたし、もう楽しみしかないですね。じゃあそういう意味ではこれからね。そうですね、あの本当に一戦使った後がこう多分落ち着いてレースに臨めるし、あれだけのパフォーマンスもできるけど、多分、まあ、これだけしっかり間隔空けるってことはちょっとやっぱり使った後っていうのが、まあ、あの体であれだけの走りをするってことは多分ダメージもあると思うんですよね。そのやっぱりリカバーっていう部分で多分感覚も今の時期空けようっていうことだと思うんですけども、まあ、なので本当に今後やっぱ感覚を詰めた時にどう出るかっていうのもやっぱちゃんと見なきゃいけないんじゃないかなと思ったんですけどね。ただやっぱすごい馬だなと思いました。そして細井さん最後あの3着に入ったダノンもねしっかり実力、ダノンベルーガもね見せてくれましたね。3歳ですが本当そうですね、あのその仕上がり度合いっていう意味では多分ダノンのが私はイクイノックスよりも仕上がってたと思うんですよ。で、ただやっぱりあのダービーの時の友のちょっとやっぱりこうなんて言うんでしょう、遅れるっていうかこう左右があの同じ速度じゃない友の入り方をしてるんですけど、でもダービーよりは良かったんですよ。でもだからやっぱり仕上げ具合で言えば多分あのダノンだと思うんですけど、やっぱりクイノックスがあれだけのレースを見せてしまうと、まあ、今後
特にダンの中ハーツですし、またハ、ね、成長力すごくあるとは思うんですけど、いや、でもやっぱりイクイノックス強いなって思いうます。ん、いや、そダうンでもすすごいですね。けど、ダンもすごいんですけど、うん。ただまあでも本当に3歳馬であの2頭っていうのは、いや、楽しみですよね。うん、ありがとうございます。そしてね、今週は G1 は中休みになりますが、東西でね、重賞ありまして、今回は細井さんに東京のアルゼンチン共和国杯の見立てをね、ちょっといただこうと思いますが、3歳というとね、やっぱ注目、キラーアビリティなんかもね、出てきますけれども、人気はね、やっぱ帝王ロイヤルが一番人気するのかなっていうイメージもありますが、細井さん、どうですか？こう気になる馬というのは。私はやっぱりテオロイヤルですね。うん、はい。やっぱり天皇賞で本当に気力を振り絞っての最後の走りっていうのはあれ本当見事だなと思って、はい。で、前走のオールカマンの時、多分ここでお伝えしたと思うんですけど、担当の栗原さんもやっぱりちゃんと仕上げて大丈夫だっていう話だったんですけど、終わってみたらやっぱり久々があったのかなっていう、回収までももう菱田君がやっぱりちょっと反応がっていうところもありましたよね。はい。で、私ね、何よりもね、当日460キロだったんですよ、おお、はい。帝王ロイヤル460ロイヤキロル。でした。うん。ただ立冬から運ぶので思ったよりも減ってしまってたんですよ。多分当日470ぐらいになるっていうふうに担当の方も言ってたし、まあもうそれぐらいの体重で臨むだろうなと思ったら、蓋を開けてみたら460キロで、天皇賞春と一緒ですもんね。そうなんですよ。であれと思って、でやっぱりちょっと物足りなさが当日のパドックあるなと思って、でまあレース後にそのあたり聞いたら、やっぱり思ったよりも体重が減ってしまってて、でまあそれは何て言うんだろう、こうまた久々にレースっていう見えない、なんていうの、緊張感が馬にあったのか、もしくは、まあ、何かは分からないけれども、やっぱり担当の栗原さんもちょっとびっくりしたっていうのは言ってましたね。そうなんですね。まあ、東京自体ね、ダイヤモンドステークスとかでもね、走ってますしね、それがね、合わないっていうわけは、もちろんないですしね。そうなんですよね。育走競馬がダメだっていうことではないと思うんですけど、何かやっぱりあったのかなっていう話をしてて、で今回は中間、立冬で470キロやっぱりあるんですって。で、なので多分当日私もプラス10ぐらいでもいいんじゃないかなと思ってます。それが多分いいと思いますし、まあとにかく今回においては、ジョッキも上積みがあるっていう形のことね、コメントをしてますけど、本当に、休み明けを使って上向いたってことですし、中身が違うって言ってましたね。なるほど。じゃあやっぱりね、そう、実力発揮っていうのはね、やっぱテオロイヤルここでトップハンデですけど、まあ、格好つけてくれるかなっていうイメージは細さんありますか？ありますね。で、やっぱり2200っていうのもちょっと短かったと思うんですよね。やっぱりこの馬ってこう持久力のあるタイプなので、スタミナ型なので、そういった意味でも2200から2500になるっていうのはプラス材料だと思いますし、まあ、追い切りの動きもすごく軽快になって迫力も増してきてたので、多分まあ、よくなってるような気がしますね。うん、それこそね、本当に細井さんおっしゃる通り、天皇賞の時はね、こう精一杯の競馬して、初めて疲れたところをね、見せるくらいだったって言いますけど、調教とかでもほとんどね、夫婦疲れる動き見せないっていうのが、帝王ロイヤルのね、なんか本当、長所の一つですもんね。そう、ただね、やっぱりね、オールカマーの後本当に疲れてたんですって。どうなんですか、オールカマーの後も、じゃあやっぱり本調子じゃなかったというか、なんかあったんですね、本当ね、なんか。やっぱりね、休み明けって、でしかもやっぱり春とか頑張ってて、仕上げてたつもりでも、やっぱり何かこう馬自身のスイッチが例えば入ってなかったりとか、もしくはやっぱりこう人間でもそうですけど、もう一回の頑張りっていうか苦しさがあるのかと思ったら、ちょっとやっぱこうナーバスになるとこ時もあるじゃないですか。なんか何かは、まあ、担当の栗原さんとも何かは分からないんだけど、でも、やっぱり何かあったのかなっていう。でやっぱり蓋開けてみたら、やっぱ今回と前回じゃそのやっぱり中身が違うっていうのがもう乗ってて分かるし、で、分かるからって言ってましたね。本当にでも前走後は本当に疲れが出て、馬房内でももうこう首うなだれて、あ、もう僕疲れましたっていう感じだったんで、でもすぐに
ここアルゼンチンに目標を定めたので、と1週間はとにかく楽させてあげて、もう回復、心身の回復に努めて、そこからは順調に調整もできてきてるので、あ、本当に今回は違いますっていうことでした。ありがとうございます。まあね、そうは言っても、オルカマンもね、5着と、まあ、格好はね、つけてますからね、着順を見るとね。ですから、まあ、ここでね。だからまあ大丈夫だと思うし、まあ、一つバロメーターとしては、私はやっぱりプラス体重で出てほしいですね。ありがプとうラございマまイす。ゼロとかマイナスっていうのは良くないと思います。当日の馬体重、帝王ロイヤルに関しては要チェックということで、ありがとうございます。そして、おそれさん、気になるところで、やっぱ3歳馬、キラーアビリティもね、今回、クリスチャン・デムーロジョッキーとタッグを組んでというところは、やっぱ人気はね、してくると思いますけど。そうですね、やっぱりとにかくやっぱりデムーロにしても、ルメちゃんにしてもそうですけど、うまいですもんね、ちょっとやっぱりかかりそうな、かかる馬っていうのを、ギリギリのところでこう我慢させて走らせるのがうまいので、すごくクリスチャン・デムーロがキラーアビリティ乗るっていう部分では、キラーアビリティはちょっとやっぱりこう、気象的にも前向きすぎちゃうところをいかにうまく、コントロールできるかっていう道中っていうのが一つポイントだと思うので、なそういう意味では本当にクリスチャンとのコンビっていうのは、まあ楽しみが大きいとは思うんですけど、ただその休み明けでやっぱり2500でっていう部分の中では、なんかこう簡単ではないだろうなっていうのも感じますよね。ね、ダービーではね、同世代6着には来てますけど、2500はやっぱりちょっと本質的には細さんの中ではちょっと長いかなっていう感じですか、キラービーにとっては。なんかこう、やっぱ道中の折り合いがどう出るのかなっていう部分の方があるし、やっぱディープの子なのでね、やっぱりどちらかというと飛行間距離よりもっていうイメージもなんかあるかなって思うんですけど、ただ能力は高いと思うので、まあ本当に道中のこのコンタクト折り合いっていう部分がいかにリラックスして走れてるかっていう部分だとは思うんですけどね。ただ積み上げで、まあ、お客さんも多くて、どう出るかなと思いますね。簡単ではない。まあね、上位人気2頭を比べるんだったら、まあ、帝王の方がやっぱりね、休み明けを1回叩いてっていうところもありますし、状態も含めて、ちょっとね、上かなっていうのはあるかなっていうところですかね。そして、細井さん、その他どうですか？結構実績はね、ヒートオンビートとかもいたりしますけど、ユーキャン、スマイルマン、マイネル・ワンロンあたりもいますけど、どうですか、細井さん。まあでもヒートオンビートもちょっとやっぱり難しさがあるわけじゃないですか。なんかこう相手を捕まえるとふわっとしちゃうだとか、こううまくまとめてくるけど決め手的な部分では難しさがあるっていうところがありますよね。前走もね、本当、僕もちょっとまさかって言ったらあれですけど、ここはね、3位以内は固いだろうっていうところだったんですけど、5着ということで。だからやっぱりこう、うまくまとめてくるけどふわっとするし、武器っていう部分の中ですごくジョッキーとしては乗り難しいところっていうか、こう測れないね、その追い出しのタイミングにしても何にしても、やっぱその状況下の中で何かこうビシャッと合わないとすごい難しいんだろうなと思いますよね。距離的にはどうですか？前走、前々走ね、七夕賞、新潟記念、2000、2000使ってますけど、2500ぐらい、まあ、もともと走ってますし、天皇賞も走ってますし。日経賞もね、走ってますし、そのあとはね、全然この馬もどちらかというと、こう、切れるっていう馬ではないと思うので、飛行間距離っていうのはやっぱりいいと思うんですけどね。他でも細井さん、どうですか？そのあたり、じゃあ、こう、帝王ロイヤルに続く感じで気になる馬っていらっしゃいます？これ、どれがいました？逆に。いや、それこそ、でも東京がやっぱ大得意なハーツイストワールとかは、東京3501ですし、で、その瀧豊ジョッキー乗って、まあ、前の3番手からね、勝ち切ってるっていう感じのところではありますけど、まあ、やっぱちょっと気になるかなとは思うんですけど、これ、外目17番なんですよね、8枠17番。なんか前走でも本当豊さんが道中でも一頭で走ってるかのような本当上手なレースぶりですもんね。そうですね。豊さんだからっていうね、本当にこうスムーズなそういう部分がありますもんね。これ多分、ま、流れだとか展開次第ではあるんですけど、人気ないところでプラス材料が多い馬でちょっとこう相手の穴に入れてもいいんじゃないかなって思うのが、
いや、だけど、ないかな。私だったら、まあ、乗り方一つですけど、ダンディズムとかディアマンとかは？ダンディズムめっちゃ気になりました、おずいさん。僕も今次聞こうと思ってました、ダンディズム。ダンディズムってちょっとこう、なんていうの、こう、馬銜をこうさらうような走り方するのかなっていう部分があってるんですけど、でもやっぱりしまい長くいい足使えるところがね、あるので、これ多分乗り方一つでちょっとこう面白いところに持ってこれないのかなっていうね、富田ジョッキーずっと乗ってて、という意味では長く足使える2500東京っていうのは、まあ、目黒記念の内容を見てても、悪くないんじゃないかなと思うんですけどね。そうですよね。前々走の御堂筋ステークスも、これ結構際立つ伸びでしたからね、本当。そうなんですよね。だから多分その2400、でも勝ってはいるとは思うんですけど、多分2号とかの方が良さそうなイメージもあって、22とかね。なので、そういうところで言えば、あと追い切りの動きもすごい良かったんですよ。本当ですか。うわー、これハは。ンドで53.5、しまい11.8でしたけど、動き自体もいいなと思ったので、これか、間隔空いてるんですよね。そうですね。ダンディズム、4ヶ月ぐらい空いてますね、大い体。や、目黒記念からですからね。だけど、そんなにこう、久々を感じさせる動きじゃなくて、逆にリフレッシュされて、フレッシュさがあるような動きだったので、で、54キロならば、で、しまいなし確実に長く癒し使えるっていう部分の中で、ダンディズムをちょっと抑えておきたいなと思いましたね。そうですかね。あ、5ヶ月ですね。5ヶ月空いてます。それこそだって、御堂筋ステークス、やっぱ、ロバートソンキーにね、末脚で勝ってましたからね。こうね、まあ、真んそう。中と外のね、差はあったと思いますけど。いや、ダンディズムはそうですか、それさ。スタートがね、やっぱちょっとどうしてもね、なんかちょっとね、あんまり上手じゃないっていうところはあるんで、後ろからにはなっちゃいますもんね。ただ馬群を縫えないってことはないので、なんかそこでこううまくなんかこう立ち回ってほしいなっていうところはありますよね。そうですね。それこそね、若手ジョッキーの G1 制覇も続いてますし、富田ジョッキーもこの辺りでね、重賞制覇っていうところね、初重賞。ね、十分狙える馬だというダンディズム。いや、多分強いのは帝王のが強いと思います。ディアマンもでも、そうですね、結構ディアマンね、このコーナーでも話してくれますけど、ディアマンもやっぱ良さそうですか？いや、新潟記念から私、追い切りの動きはすごいいいと思ってるんですよ。ただやっぱり新潟記念は距離が短すぎますよね。実はもうレース前から担当者の方も言ってて、いや、多分距離がちょっとっていうことになると、条件が良くなると思うんですよね、2500になる東京の中線っていうのは。まあ、レースぶりはね、相変わらずこうもう決まったレースぶりなので、その展開によって、まあ、分があるかそうじゃないかっていう形にはなってしまうと思うんですけれども、でもこのディアマンもダンディズムと同じく長くいい足が使える馬じゃないですか、確実に。そうですね。って考えると、条件がすごく良くなりますよね。56から55で2400から2500で東京の長い直線っていうことを考えると、まあ、人気がないならばちょっとこう相手に抑えておきたいかなっていう感じはします。